はい、ではですね、討論会始めたいと思います。お時間が40分までというふうに、なっておりますので、すぐ終わってしまうかと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。で、まず初めに午前の部といたしまして、キリシタンについて主に文献の方から検討を加えさせていただきました。で、三木先生には、ね、戦国期のキリシタンに対するアプローチの仕方であるとか、研究意義なんかを、機内を、機内からという目で捉えていただきましたし、中村さんにはこちら、普段私も大阪ですけど、なかなか聞く機会のない、天草のキリシタンの話を聞かせていただき、非常にこう興味深かったなというように思います。で、河内キリシタンの展開ということで、例えば結城であったり三河であったり、そういう人物は天草の方ですね、小西稲賀の元で行っているという意味では展開になるんだろうなと思うんですけども、やはりもともといた土地からですね、豊臣政権下の元で九州に行った、そういう事情とですね、時代的な差っていうのはやはりこれは否定できないものではないかなと思いますし、ギブからのキリシタンパカのお話を聞いていても、やはり、似ているようでも機内とですね九州っていうのはちょっと違うところがあるんではないかな、こういう感じで受け止めました。で、ここでまず、時間もないですけども、お伺いしたいのは、三木先生から、中野君のお話にお聞きになられてですね、天草の方というのは、どういう感覚で、捉えられたのかな、ということをお聞きしたいのと、逆に中村さんには、機内の方ですね、どういう目でご覧になられたのかな、ということをちょっと最初にお伺いしたいと思います。三木先生、お願いします。その前に一つ中西さんの話をちょっと取り上げて思ったんですけど、ちょっと今日私の説明の中で、5年間ぐらいの、研究をしている川村先生のことを取り上げたんですけど、私自身は中西さんのですね、飯盛山城の三地域のですね、三河であったり、岡山であったりですね、そこの研究もとても大きかったというのを思っておりますし、高山右近のご研究も私最初参考にさせていただいて、高山右近に象徴されるような、文化人というか知識人というふうな、そういうふうな発想は結構中西さんのご研究から取らせていただいたということを改めてご紹介しておくとともにですね、本日の中西さんのお話はやっぱり具体的にどういうふうに高山右近が布教を進めていったかということを事例に、例えば最初は家族であるとか、それから自分たちの家臣召使いというふうなところから、布教を始めていったであるとかですね、そういう具体的な布教のですね活動を右近という人のを巡る、しかも確かなポルトガル人 その資料の中でご説明されていたという点がとても面白いご研究だというふうにお伺いしました。で、たまたまこれは右近がですね、資料がたくさん残っているから分かることなんですけども、おそらく資料がないから分からないであろう、例えば三河氏であるとかですね、それから伊市であるとか、そういうふうな人たちにも復縁させる形で、そういう土豪層、地侍層、大事領主層が、もう少しの大名がですね、どういうふうな形で、信仰をですね、広めていったっていうふうなことを具体的に示された点で、とても面白いご研究だとお伺いしました。で、一方中山さんのですね、天草の研究の方も、メインは、今日は中身に従って、河内出身のキリシタンの人たちが、この地域に行かれて、どういうふうにこう、活躍されたか、場合によってはこう戦死したりされるわけなんですけども、したかというお話だったんですけれども、私自身がとても面白いなと思いましたのは、まず天草五人衆という戦国時代の黒人領衆がどういうふうに天草のですね地域をこう分割して支配していたかっていうところから、
キリスト教以前の話からお話をされて、まあ、そうした中で例えばその市議っていうところに一旦入ったけども彼は帰郷する、その後は天草市のところにこう入って、そこにこう非常にこう展開していくっていうふうな、そういうこうやっぱり具体的なその信仰の広がりをですね、まあ、まあ地図的にこう示されたという点にとても面白さを感じました。で、まあ、その中で、まあ、小西っていうふうなものがこう入り込んでくる中で、まあ、より一層こうキリシタン化がこう進行するとか、一気に進行するといいますか、また一方でその小西は、まあ、秀吉の顔をもんばかって本拠地ではあんまり広げなかったけども、まあ、小西の領地の周辺部ですね、こういうふうに広げたとい う具体的なその信仰の広がりというふうなものを、これもとてもいろんな資料を使われる中でその実証的にですね説明されたという点もとても面白いなというふうに思いました。今少し個人的にお伺いしてたんですけども、まあ、こういうふうな研究がですねもう少しこう進んでいくこと、それはつまり九州の方でもそうですし近畿地方の方でもそうですし、最後のお話で言えばその仙台とか東北の方もそうでしょうか。そういうふうにさまざまな、文献とかそれから、まあ、墓碑とかですね、そういうふうなこう資料を進めていく中で、こう具体的にこう明らかにしていく、イメージではなくて治療されていくことが大事かなというふうに改めて思いました。それで以上です。今日は本当大変に私も勉強させていただいたという感じです。もともと発端といいますか、今日おいでになられた大石先生に、まあ、天草でちょっと別の、ね、お仕事でおいでいただいたときに、まあ、お酒飲みながら、大阪の人たちが天草にこう川内金さん来たの知りたがってるよという話をされまして、まあ、それが飲み会一言がきっかけですね、まさかこうやって大阪の皆さんの前で話をさせてもらえるとこまで来るとは、まあ、思ってもいませんでしたので、非常にまあそういう意味で恵まれた、ですね、今回お招きをいただいて、非常に楽しかったです。で、私自身もその天草のキリシタン史をちょっとまあかじる程度にやってる中で、川内キリシタンが、これは、例えば三河満州にしても来たことしか書いてないんですね。で具体的にはじゃあ天草で何をどこら辺その交通路という土地の中のどこら辺に住んでとか、そういったことは全然具体的に書いてなくて、いつ、天草で亡くなったのか川内に戻ったのか関西に戻ったのか、それもちょっとわからないような状況だったんですけども、そういったその川内キリシタンの天草に来る動きで、来たことでそれまでその天草のことしかやってなかったのを川内の方の、その全体の部分ですね、川内の方でどういう、機内の方でどういう進行をしてきたのかというのを、まあ、改めて、見直すというか、そういう機会になって、日比谷良家にしても、三河満州にしても非常にその機内で、まあ、すごく尊敬されているというか、非常にこう信仰心の厚い人だったんだなというのを改めて、知ったようにしたいです。で、天草の地域史の中でもまだあまりですね、川内キリシタンが成したことというのが位置づけられてこなかったので、そういったところはまだまだこれからもこうやっていく必要があるのかなというふうに思っております。で、今日比谷良家というですね、人がですね、おそらく天草のそれまで、在地領主、天草五人衆というのがいて、それがまあそれぞれ一応キリシタンになったぐらいの時に日比谷良家が入ってきたわけですけども、天草側というのはその別の宣教師がですね、当然アルメイダを中心としたやり方といったらおかしいです。まあ、もちろん同じイエズス会なんですけども、その九州側のですね、キリスト教の、まあ、伝わり方の中に、もっと古い段階からある程度組織化されていたようなその機内のキリスト教のありようというかですね、そういったものを持ち込んで、まあ、今日日中の体制の中で、従来 その天草あるいは九州側 そのキリスト教と、それから避難ですね、関西ので培っていたキリスト教が天草に来て、まあ、ミックスをされてですね、非常に強固なキリシタンの島になったというですね、まあ、全部キリシタンのような形になっていったのかなということを考えると、非常にその小西自体が、まあ、ほぼ10年ぐらいしかないわけですけども、しかも、ほとんどがその
分の慶長の駅にみんな目が向いててですね、事業 の、 その投資とかそういうのがない中で、かえってですね、まあ、秀吉とかもその朝鮮半島に行ってる関係であまり、まあ、警戒が緩くなっているとか、そういうまあ隙間が生まれてですね、天草のキリシタンというのがですね、培われていって、江戸時代の隠れキリシタンとか、そういったものにつながっていったのかなというふうに思っております。で、今回いろいろ勉強する中で、やはり天草にですね、そのキリスト教が根を張った、非常にその育っていく基礎の過程というのがですね、この小西時代に稲井キリシタンの力によって作られたんじゃないかなということをですね、改めて思っています。そんな次第です。はい、ありがとうございました。その今の中野さんのお話で聞きますと、その天草の方にこう信仰が根付いていった一番大きなきっかけというのは、むしろこうバテレン追放連の後にあると。でそれはこう河内といいますか、この畿内の、まあ、領主が培ってきたような、まあ、信仰の布教の形が持ち込まれて、で、まあ、強固になるというようなニュアンスでも、まあ、評価できるのかなというふうに思います。まあ、一つの私個人的に興味のはその前のですね、天草五人衆の時代の信仰というのは一体どういう形であったのか。で、なぜですね、まあ、天草だけとか研究がないからかもしれませんが、あの河内キリシタンの集団で今日のもとへ行ってですね、天草だけ信仰がなされたのか。で、なぜそれが天草だけなのか。それは今日ビナガの個性なのかですね、個性だけはきっと解釈できなくて、前史があって何らかの意図があるんだろうなというようなことで、まあ、思ったりするわけです。で、まあ、このあたり の、 あのことです。ニキ先生何かあります、はい、もうすいません、時間がない中でいろいろやっておりますけれども、だそういうことも考えていく必要もあるのではないかなというように思います。で中山さんとかこう続きもご覧になってましてですね、その戦国時代の末の天草の信仰の状態というのは、例えば九州の中で見ていてもちょっと特徴があるとかですね、何か突出しているとか、そんなところはありませんでしょうか。そうですね、天草の場合は、その先ほど言いました、先ほど言っている天草五人衆、私もその関係のお城のですね、担当しているので、なんとか名前を売らなきゃいけない状況なんです。あんまり華々しい活躍をしてないんですね。要は九州なんかだと島津と龍造寺と大友ってですね、まあ、この御三家といった非常に強い勢力を持った戦国大名がいて、特に大友というのはですね、キリシタン大名の今大分の非常に有名になっています。であとは、まあ、長崎 の、 の大村住田とかですね、相対しさだとかそういったあたりがキリシタン大名として有名なんですけど、天草の場合は5人バラバラのまま戦国時代終わっちゃったんですね。で、島なので外からもそんなに攻めてこないんです。あの代理戦争という形で他の有馬とか、それから熊本にある相良というね、それぞれバックアップについて応援をして天草で戦うことがあるんですけど、どれも真面目に天草を取りに来ようともしないですし、で天草の五人衆の中でもそのどれもその覇者になれないって形ですけど、力が拮抗してて、古い、まあ、その八代にあるですね、あの戦国時代の記録が相良氏の記録があるんですけど、戦いの記録を見て五人打ち取りとかですね、10人受け取りとか、もう暴力団の放送レベルとかで、非常にあの規模の小さな戦いを島の中でやってて、そんなにですね、本気じゃないんですよね、戦いをする中でも、まあ、お互いをこう完全に征服しようというのがあって、で、そういう5人衆、島内で戦ってるんですけど、選挙士が入ってくるケースと、ちょうどその、バテレン追放連の前後ぐらいにはその大分の方にですね、島津の部下として戦いに行って、そこでキリシタンに出会ったりしてるんですけど、その時はその5人はもう家族同然やと、ずっと一緒にやってきてるから、あの大分のキリシタン武将に会って、で大分のキリシタン武将が天草久胤というキリシタンの人がいるって知ってるから、その人だけ助けてあげたと、残りの4人はもう殺してしまう、でその人だけ、キリシタンの関係で助けてあげたいんだけども、どうかなって言ったら、5人、僕ら5人はずっと一緒にやってきてるから、助けるなら5人とも助けてくれと、でそうでないならもうみんなここで死ぬよという話が書いてありまして、それをきっかけに5人のうち残りの2人がですね、キリスト教に入信するという、まあ、ストーリーが書いてあるんです。でそういった形でもうその頃になると南蛮貿易とかいうよりも純粋な信仰心に近い形でですね、それが選挙主義なんでちょっと美化されてるところはあるかもしれませんけど、そういう部分が、ですから、まあ、それぞれ5人いる中の5人がバラバラの経過で、キリシタンに入っていって、ちょうどそこに
かかってるキリシタンの方たちも入ってきて、非常にまあ複雑なところなんですけど、いっぺんにその大きな大名が入ってきてキリシタン色に塗り替えたんじゃなくて、それぞれ個別に個々にこうキリシタンに入っていった。で、一番大きな僕は原因はその秀吉という、まあ、天下統一の体制の中で今まであったそれぞれ個々にやってた南蛮貿易とか、まあ、小さな貿易ですね、海を介した自分たちの収入源が、ね、海賊禁止停止令というのが出まして、それで長崎の深堀ですね、海賊が海域をされるんですけど、そういったものに対して非常に抵抗感があったんじゃないかなと思います。それで同じキリシタンなので、小西としては天草は従ってくれるだろうと、天草はキリシタンの土俵があるから、多分自分についてくれるだろうと思ったら、そうではなくて、まあ、無謀にもですね、そのちっちゃな島の豪族が連合してその秀吉政権に立ち向かうみたいなですね、最後にそういうことをしているので、雪永としてはその辺はちょっと計算はずれたんだろうと思います。ただ、最終的に雪永の方は、イエズス会の顔もあって、浜草、久谷をですね、許して、室津でですね、和解をするというのが2年後ぐらいに書いてあるんですけども、そういった中で、天草のキリスト教も、まあ、認めているという形ですけど、前の土壌を残しつつ、キリストさんが、ここ西流にキリストさんですね、に染めていったと、そんな感じの展開になっているというような状況。はい、ありがとうございました。まだまだちょっと午前中だけでも、ちゃんとですね、議論をしたいと言いますか、池先生ご報告されましたように、やはりこの地域の特性を踏まえて、やはりこう段階的にですね、お互いの、まあ、特徴と、まあ、不況のあり方を、まあ、今後押さえてですね、比較検討するなり、また池先生のお話でありましたが、都市での不況という話がありましたけれども、天草に関しては今のところ都市というのが見えておりませんので、まあ、そういったところをどう捉えるかということについては、今後ですね、またこういう場、もしくは研究なんかを通じて、やり取りができればなというように思います。で、午前中の一応やり取りはこの辺りで終わらせていただいて、ここから大石先生に、ちょっとマイクを渡したいと思います。先ほどこちらから座って、私の国でこちらの方は大変ソフトな感じですけども、我々石を大体にしているので、いろいろ硬い性格のところですけど、その点はご容赦いただいて、その中間上のおそらく小林さんだろうと、両方持っている性格だなと。で、最初にですね、キリシタン墓碑という、逆に言ったらキリシタン史の非常に在り方をですね、研究する一つの大きな資料になるだろうと。ただそれに対してどこまで現在分析が進んでいるかというのは大変今後の課題だろうと考えております、そういう面で一番最初にですね、ちょっと今野さんの方にですね、今野先生の方からですね、関東とかいろんなところの地下のいろんな発掘についてお話がありました。で、17世紀後半期以降のですね、いろんな、まあ、キリシタンに関わりながらも結局仏陶、まあ、ということについての話はありましたけども、16世紀、まあ、末ぐらいから17世紀にかけて、まあ、特にこの場合で言ったら天正期のキリシタン墓碑が2期ありますけども、それが1600年以降のいわゆる外来のキリシタン独自 の長和化といういわゆる不整備ですね、ああいったものが今のところ京都で終わってます。あれがなんで中部からですね関東の方にこれが伝わらなかったのかと、でこれが一点であります。でもう一点がそこからじゃあ見たときにこの河内のですね天正期の墓碑をどういうふうにこう見るかということをですね、ちょっと今の先生の方からお話しいただければと思います。まず、中部地域は分からないんですけども、東日本市地域、まあ、およそ日本列島の半分、東半分なんですけども、その地域では例えば近畿であったり九州地域で見られるような、墓碑というものは、一点も確認されておりません。でその理由については、分からないんですけども、ただ考えられるのは2つ理由が考えられると思います。1つは、やはり関東というものが、徳川幕府の中心地であったことによって、徹底的な弾圧破壊を受けたから、実際に光圀の時代には大規模なキリシタン狩りを、水戸藩領内の方で行っておりますし、
天草柴原の乱の終結後に、大規模な禁教領内、天領内への禁教令というものも出されておりますので、徹底的に、破壊なり否定されたからということが1点と、もう1つはそもそも東日本の方で中部地域も含めてですけども、西日本地域で見られるような墓碑が伝えられなかったのかな、存在しなかったんじゃないかという可能性も考えられます。でその中で、本来でしたら1600年ぐらいからその岸田墓碑というものが登場してくる、近畿や九州では登場してくるんですけども東日本では登場してこないという事情を考えますと、やはりなかったのではないのかなという可能性があります。もし破壊を受けていれば考古学的な調査によって必ずその痕跡一部分というものはつかめることができます。現状では、伝わらなかった、存在東日本には墓碑が存在しなかったのかなというような考え方で今おります。で河内の2点の、墓碑の存在に関しましては、私のやっぱり個人的なものでは本当に最初に模索した段階で墓碑というものをどういう形で作っていく、その古くからの在地的な要素を取り入れながら作られていったんだなというような個人的な感想を持っております。ありがとうございます。特にまた私九州なんかと見てると、九州でやっぱり畿内というのはやっぱ基本的に同じ半円柱の墓碑にしてもやはりちょっと違う。で特にまた九州におったらですね、京都でああいったふうに立碑がですね非常にその多く作られてくる。これが正直言いまして、まあ、一部川棚っていうところにその自然石を使った立碑があることはあるんですけども、おそらく京都の場合、これはレイマン墓碑もですね、またその前の満州墓碑にしてもですね、これはもう関西の方の作り方ですけども、正面間だけをきれいにして、あと周辺は全部は荒削りですよね。でおそらくあれは当地における中世以来の作り方の表れだろうと私は勝手に見てるんですね。でそれがそのまま近世に入っても京都なんかでは使われていってるという点も含めてですね、その特に京都のキリシタン墓碑、それから石材がどうなっているのか、こういったのを踏まえてちょっと丸川先生にお話を伺いたいと思います。キリシタン墓碑ができるまでに同じようなアダムが先頭になった大場型のものが関西でも使われているん でしかもその石材がですね、ちょっとこの私今石材がちょっと今霧がかかってまして、というのは私が論文書いた時には石材の専門の方は判例岩とおっしゃって、これは地下の深くに鉱物が固まってそして地上に出てきてくる、京都ではあまり取れない石材なんですね。で京都で一石五輪塔だとか塔場が出てきますけど、それも非常によく似た黒っぽい鉱物を含む石なんで、もうご一見して仏教徒で作ってた石材のグループがそのままそこにキリスト教徒人が、まあ、注文を出して作らせたのかなという感じの理解で、書いてたんですが、いろいろな方見てもらうところは判例がじゃないっていう件もあったり、あるいは中世の一石五輪塔とキリシタン墓碑は石の種類が違うっていう件もあって、ちょっと今私ここがストレートにこうつながってて理解してたら、まあ墓石のグループにキリスト教の人たちが作らせて、で名分だけ変えたかなという単純な印象だったんで、ちょっと今揺らいでます。それで京都の場合は先ほど言いましたように庶民というか一般の人ですね、しかも女性が多いですから、庶民の墓というイメージですし、河内の場合の二例はやっぱりこれはちょっとクラスの上の方ですね、土蔵、土房、あるいは領主、お城を持ってる人、その中の有力な家臣、だからレーマンも満州もやっぱり得意な存在の人、それに対して京都の人は、まあ、いわば我々庶民この皆さんのお墓石があれば思いますので、ちょっと同一にはできない、それでまあちょっと作りも安っぽい、後ろも荒加工で、なんかそんな一概にはちょっと言えないところもあるかなという気もいたします。
この京都を先ほど申したみたいに、これがいわゆるこう庶民の墓となって墓碑であるということになって、まあ、この辺がですね、あの九州の在り方とはやっぱちょっと違う。その造立階層的に見るともう1600年初期にですね、庶民が墓石を作るということはまずは普通ありえないんですね。これで中でも話しましたように、大体ですね、どんなに早くても元禄末です。1680から90年代です。で実際に一般のいわゆる江戸時代の無政者層が墓石を造立できるのはもう1700から1750年代でないと作れない。ところがキリシタン墓地の中にはどうも一部にこの長崎なんかでも無政者庶民の墓ではないかと思われるものが出てくるという点で、あのキリシタン墓地の場合のいわゆる造立の造立した人たちについて の研究というのはおそらく今後より進んでいった時にですね、やはりあの石塔仏塔なんかとはちょっと違うんじゃないかというのが、より今後は実証的にですねやるべきではないかなと。でそういう面では、あの先生、京都なんかでは仏塔なんかそれまでのこう造立階層っていかがなんでしょうか。わかりますか。あの遺跡発掘するとよくあの遺跡五輪塔とかが出てまいりますね。それで南明法令が書いてあったり、あの名があって年号が入ったりしています。でそれは寺の境内だとか、あるいは平地 その都市遺跡の中でも、でも溝の中にコロコロ出てきたりしますので、結構その町の中で墓地に石を使っているというのは十分にあったと思うので、あまりですから、それとその今回の墓碑の改装さというのは僕はあまり意識しない立場なんですけど。ありがとうございます。まあ、この辺が大変な都とですね、それは違いじゃないかなというのをつくづく感じまして、ちょっとここに大きなこう溝を感じるところであります。でそれですね、あのやっぱり河内のそのに、まあ、これ河内キリシタン墓碑とその総称していいのかどうかっていうのは私は非常に気にしてるんですよ。やっぱりそのあそこの四条縄手の方の墓碑というものとですね、やはりこの八尾というところの墓碑ですので、それであのここ両者にこう出てくるって、まあ、大東市真ん中でそこ出ないという、まあ、これはまたあれですけども、そういう面ではあの、まあ、少なくともこの沿いにその2つの天正碑の墓碑があるということは、あの特にキリシタン関係の遺物を研究している人たちにとっては、あ本当にこう信じられない世界なんですね。で何でも長崎とかですね、向こうの方がキリシタン早いと思うんですよ。違うんですよ、これが。だから、まあ、向こうの場合はおそらく木造とかですね、で今日は言いませんでしたけども、長崎県なんかで、だから天草も含めてもそうなんですけども、あの1500年代のですね、後半半ばから後半にかけての石塔はどんなのを使ってたんですか。で先ほど先生、一石五輪塔とかこちら出ますけども、実は向こうの場合は本当 の五輪塔か宝鏡院となんですね。非常に簡素なものです。ましてやですね、あの河内のその霊満墓碑みたいなですね、系統型の愛と痛みは出ません。だから全て五輪塔で、最近ですね、あの日の江城というところの発掘の中で、その冒険のところで水輪にですね、なですね、あのいわゆるラテン十字の長い距離を掘り込んだような水品が出てきたんですよ。ところが私は非常にこう疑い深い人間でありまして、でそれだけでキリシタン墓碑とは言えないだろうと、だからいろんな人たちに責任分担してもらおうと思ってみんなに見てもらうんですね。したら、まあ今のところあの昨日 の EU 離脱の問題じゃないんですけども、だいたい5割強がいや、これはそうだと言うし、4割強の方が違うと。本当に昨日のテレビ見ながら、あの水輪と一緒だなと思ったんですけども、まあそういう面ではですね、あの、今後出てくる可能性はあります。ただし、今の段階でこういうきちっとしたキリシタン遺書を掘り込んだものは出ない。そこで、今日あの小林さんにですね、この河内 の中世からの石塔の中から見た、
2つの母碑というのをどう位置づけるかということをちょっとお伺いしたいと思います。まあ、丸川さんも言われたようによく応援って言い方するんですけど、室町以降ですね、小型の石造物がたくさん出てきます。河内は一石五輪塔、一つの石で五輪塔を刻んだもの、から大和は船形五輪っていうて、こう船形のある意味後輩みたいなところに五輪塔をレリーフしたもの、それから摂津あたりだと石仏さんがたくさん出てまいります。みんな小型製品をたくさん導入することで供養した場合もあるし、一人一点ずつの供養したこともあって、大体きあるのは記念と戒名だけ刻んでいるような、そういうものが何くたくさんあります。で、八尾のあたり の, 山際の墓地いったら、それがこうまるで無限さんのごとくあるようなところがあります。で、そういう中でレーマンの方はそういうところになんかあっても、まあ許容できるけれども、三所の方も全然あれが違いますね、世界で。大石先生も言われたように、作り方正面しか丁寧に作らないっていうのは中世のその石塔の流れであるのは間違いないんですけど、マンションの場合は石材が砂岩ということになっているんです。で、砂岩っていうのはこっちで言うと泉州の砂岩なんです、なんですけれども、ちょっとあれ違うし、砂岩の出自がですねよくわからないですね。で、レーマンの方は在地の花崗岩系の石を使っているのは間違いないので、レーマンの方は生駒山の周辺のどこかの法人が作ったっていうふうに考えられるんですけど、私の方がちょっと、ほんまによくわからなくて、法人が機内の法人であるのはわかるんですけれども、ああいうものがこう生み出されたその技術的っていうか、ああいうものを生み出した背景っていうで、それがあれが出土したところが西条墓地というところで、八尾の小谷先生なんかのご研究によると、和歌城の後八尾に動くんですけれども、それが1581年ぐらいですね、本願寺攻めが終局した後、和歌城から八尾に若い三人衆が動いたというふうに言われています。で、八尾城のその推定地位が2つあるんですけど、八尾の小谷先生などは西条、そうすると西条墓地の近くで移転した時に、若いのそのキリシタンが八尾に動いたというようなこと、宣教師の記述にありますので、そういう意味では若いに出た有力なキリシタンが八尾へ来て直後に亡くなって、墓碑を作ったっていう、ただ回想まではあり得る限りはわからないんですけど、レーマンと満書のスケールの違いっていうの、昨日は八尾の歴任で大石先生と改めてレプリカ見に行ったんですけれども、圧倒的ですね、大きさも作りの良さも。だから満書の被葬者像っていうのは、これから皆さんと一緒に考えたらいいんじゃないかなっていうふうに思ったりいたします。はい、ありがとうございました。もちろん今日結論を出そうという意識は全くないので、今後皆様はですね、いろんな形でご協力いただきながら進めていきたいと思いますし、ただこれ最後に一応小林さんといつも話してるんですけども、私も長崎におりまして、世界遺産の問題も含めてですね、非常に私は立場上弾圧を受けているようなことがありまして、非常に二木先生が最初おっしゃいましたけど、非常にキリシタン氏に対して非常に疑問を持っています、正直言いまして。たまたま長崎で千々岩ミゲルという天正剣王室で帰ってきた後、脱会した人物の墓と思われる、また今度9月に実際内部に掘るんですけども、人の研究をずっと進めていきよったらですね、裏ばっかり見えてくるんですね。で、これがやっぱりあんまり良くないと言いながら純真では抗議してるんですけどもそういうふうに非常にこうものあるんですけども、この河内地区はですね、そういう面からは非常
非常に中立的な場所だなと。ここに来たら何でも話せるというそういう雰囲気があるんですね、ここは。でぜひこういう環境の下でですね、日本のそのキリシタン史の研究をですね進める研究会を作ってほしいといつも僕は言ってるんです。長崎で喋らんかった、ちょうど昔の中国と一緒なんですけど、長崎で喋らんことここで本当の研究ができるんじゃないかというふうに思ってまして、まあ、今後ぜひそういう時にですね、あの小林さんの方からまた声がかかったらよろしくお願いしたいと思いますけど、いかがでしょう。それは会が終わってからちょっと続きのでお願いできたらと思います。でもこの5年間神田先生にサジェッションを受けて始めまして、先ほど申しましたように本当にね、三木先生、川村先生、大石さん、皆さんのおかげで河内のキリシタンの姿がとてもに明確になってきました。で今ここ5年間でキリシタン史の中で一番やっぱりはっきり研究が進んだようなこの地域だなっていうことは思います。これをやっぱりもっともっと次につなげていけたらという思いは強く持っております。皆さん今後ともよろしくお願いいたします。皆様どうもありがとうございました。ここで野崎キリスト教会の神田博夫様のご霊場、神田みのり様に一言お話しいただきたいと思います。神田みのり様、お願いできますでしょうか。すみません、皆様いつも父がお世話になっておりました。神田ヒロの娘のヘラミノリと申します。今日本当は父が代わりにここに来るべきなんですけれども、21日の、午前の1時50分に膵臓がんのために任命されました。1週間前に意識があんまりはっきりしてた時は、もっともっと研究したかったと、キリシタンについて。でもここまで研究できて幸せな人生だったなっていうふうなことを言っておりました。で私自身も飯盛山が遊びの場所で、で結婚して俵に移って、俵で生まれてお墓のすぐ近くに住んでるんですけれども、すごいこの地域は宝の山だと父が申しておりました。もうどこでも掘ったら何か出てくるんちゃうかなって思うくらいいろんな宝が埋まってると思います。でたくさん研究していただいて、たくさん資料をこれからも出していただいて私たちに教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に主催者を代表いたしまして、大東市教育委員会生涯学習部南田部長より閉会のご挨拶を申し上げます。南田でございます。皆様お疲れ様でした。それとお話をいただきました、先生の皆様どうもありがとうございました。ここ川内の地は、1549年にイエズス会のフランシスコ・ザビエルがキリスト教が日本に伝来して以降、日本にキリスト教が広まった地の一つではないかと言われています。本日のシンポジウムで当時の河内地方でのキリスト教の広がりや九州との強いつながりが明らかになってきたと思います。ここ大東の地におきましても、当時キリシタンの聖地であったような記述が遠くヨーロッパの地文献に残されています。残念ながら大都市においてはこれまで当時の三大キリストの存在を示すような文献遺跡は発見されておりませんが、将来研究が進みましてこの地におけるキリスト教の広がりを確固たる証拠のもとに議論ができれば素晴らしいなと感じております。結びになりますが、河内キリストの研究の口火を切った手に見されました神田先生のご意思を引き継ぎ、この研究がますます広まっていくことを願いつつ、本日のシンポジウムを終わりたいと思います。長時間渡り参加いただきましてありがとうございました。
表をもちまして、シンポジウム戦国川内キリシタンの広がりを終了させていただきます。講師の皆様に今一度盛大な拍手をお願いいたします。皆様、本日は長時間にわたりご清聴いただきありがとうございました。傘など忘れ物ございませんよう気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。